に待望の最終章第1話の上映スタートしましたが、はい、ね、率直にじゃあ現在の感想なんか聞いてみたいと思うんですけど、まいちゃんはどうですか、はい、あれこれみんな見た後見た後見た後、いやすごくあの、うん、私も先行上映会じゃなくてあの何ですっけあの試写会、試写会ね、そう試写会で、うん、あの見させていただいたんですけれども、うん、すごい感動しました、うん、もう想像をはるかに超える迫力と、うん、あのなんかねちょっとオープニングはちょっとキュンとくるような、映像だったりとか、うん、本当にすごくあの一お客さんとしても楽しめる作品をこうやって皆さんにお届けすることができて大変満足しております。本日は皆様どうもありがとうございます。ねえ、ついにこの日がやってきましたから ね、 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 待った、ね、ついにもうね、うん、終わりのスタートですよ。終わりの始まり、本当の始まりましたよ。一体この先どうなっちゃうのか全然想像がつかない第1話だったから、うんうんうんね、きっとみんなもね続きが見たいでしょ。早く見たいでしょ、ね、早く見たい、ね、見たい。でも私たちもまだ続きは知らないじゃないですか。そうだよね、そうなの、同じ気持ち。オープニングの映像とか、うんうん、いろんなこうカットがバーって差し込まれてきて、これはオープニングだからこの絵なのか、それともこの絵には何か意味があるのかみたいなとこともいろいろ考えながら見たりして、すごい先が楽しみだなと思ってます、うんうん、なんかかなさんがなんかオープニングで花束を持ってて、 あ、ね、うんうん、あれ何って私すごい気になって、あれ何だろう、なんかね伏線がね、もしかして